そしてこの試合もいよいよ最終クォーター第4クォーターに入ります。攻守方向を変えまして今度はクラブアイランズ画面向かって左から右に攻める格好になります。フォースダウン3パントフォーメーションを選択します。このボールは大阪府警陣30ヤード付近で外に出ましてこの位置での攻守交代となります。しかし結果的に大阪府警攻撃権を取り返す形には成功いたしました。ボールオン自陣30ヤードから大阪府警ファーストダウン10。パス不成功。ここでクォーターバック11番ランニングバック26番にフレアパス、横に展開するバックスに対して真横の前パスを展開しましたがこのパスコントロールミスでパス不成功です。攻撃権1つ失いセカンドダウンに変わります。大阪府警セカンドダウン10。不成功。攻略クォーターバック11番ロングパス、ワイドレシーバー83枚のロングパスでしたがこのパスわずかにタイミング合わずパス不成功です。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。大阪府警サードダウン10。ボールオン自陣30ヤードパスもショート、パス不成功です。今度はミドルゾーンに飛び込んだワイドレシーバー83倍のパスでしたがこのパス自体が短くパス不成功に終わっています。大阪府警フォースダウンに変わります。徳山さんメッセージありがとうございます。天候苦しい状況でありますがなんとか現在も配信を続けております。大阪府警自陣30ヤードからフォースダウン10。パントフォーメーションを選択します。このパントハーフウェイを越えましてアイランズ陣45ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置の攻守交代となります。大阪府警あえてここでロングパスにより一気に陣地挽回を図らんとしましたがしかし結果的には攻撃を3回で終わらせる形になりました。クラブアイランズこの隙を突くことができるでしょうか。ボールオン自陣47ヤードからクラブアイランズファーストダウン10。パス不成功。ここでクォーターバック18番ハンドオフフェイから外に展開したワイドレシーバー94番へのフレアパスでしたがこのパスはオーバースローでパス不成功に終わっています。ダウン1つ失いセカンドダウンに変わります。クラブアイランズセカンドダウン10。ボールオン自陣47ヤードアイランズはオプションプレーを展開。クォーターバックここでギリギリ引きつけてランニングバック26番にピッチをしました。これにより26番オープンに展開し約7ヤードのゲインとしています。
オプションしましたクォーターバックは18番、そしてピッチを受け取ったのはランニングバック26番の沼でした。クラブアイランズサードダウン3、ボールオン相手陣46ヤード。さあここで中央へのランプレー、パワープレーにより攻撃権更新を図りましたが、しかしわずかに攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。ここは大阪系のディフェンス陣が踏ん張っております。ここでホイッスル、ここでクラブアイランズ後半1回目のタイムアウトを取ります。先ほどのプレーで攻撃権更新図れなかったため、ここでチームに混乱が生じました。これを解消するためにここでタイムアウトを取った模様です。さあこのタイムアウトでどのような作戦を講じることができたでしょうか。クラブアイランズフォースダウン残り1ヤードの状況に挑みます。ボールオンは相手陣44ヤード。プレーを選択します。フォースダウンギャンブル。ここでイエローフラッグ、反則が発生いたしました。ディフェンスの反則です。オフサイド。ボールが動く前に相手選手に接触してしまいました。5ヤードバッタイ従いまして、アイランズ5ヤード前進でオートマチックファーストダウンです。先ほどのプレーはアイランズ大阪府警のプレーに対する焦りを誘発するオフサイドトラップでした。これによりクラブアイランズ相手陣38ヤードからファーストダウン10。パス不成功。ここでクォーターバック18番オプションフェイクからロングパス、ターゲット14番一気に奥に走り込ませるのエンドゾーンへのパスでしたが、このパスディフェンスのカバーよくパス不成功となっています。ダウン一つ失いセカンドダウンに変わります。クラブアイランズセカンドダウン10、ボールオン相手陣38ヤード。大阪府警ナイスディフェンス。ここでアイランズ21番のランプレーで打開を図りましたが、これを大阪府警5番が見事に対応しまして約1ヤードロスを奪っています。素晴らしい対応したのは大阪府警の5番のラインバッカー井上、近畿大学出身のチームのバイスキャプテン。クラブアイランズサードダウン11の状況になります。ボールオン相手陣38ヤード。ナイスディフェンス。これでクォーターバック18番
オプションフェイクのパスを投じようとしましたが、しかしプレッシャーを迂回するうちに大阪府警47番が見事にロスタック、大きく交代させることに成功しました。見事な対応で相手のクォーターバックを仕留めました大阪府警47番は紫、名城大学出身のプレイヤーです。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入っております。試合再開となります。クラブは選んずフォースダウン19、パントフォーメーションを選択します。このパントは大阪府警陣30ヤード付近で外へ出まして、この位置での攻守交代となります。外に出ました。地点を訂正します。大阪府警陣35ヤードでした。ハイランズの攻撃をしのぎました大阪府警。この位置から得点を上げることができるでしょうか。自陣35ヤードから大阪府警ファーストダウン10。クラブアイランズナイスディフェンス。ここでランプレーによる展開を図ろうとしました。ランニングバックは83番でしたが、クラブアイランズのディフェンスラインが殺到しまして、このランプレー約5ヤードロスを奪っています。大阪府警自陣30ヤードからセカンドダウン15。パスは成功していますが、この時に膝をついておりました。この時点でプレーが一旦終了という形になります。結果的にノーゲインでサードダウンに変わります。大阪府警サードダウン15、ボールオンは自陣30ヤード。クラブアイランズナイスディフェンス。ここでランニングバック26番のフレアパスによるキャッチアンドランを図りました。しかしこれをクラブアイランズ44番が見事に対応し、約1ヤードロスを奪っています。クラブアイランズ44番は植松、千葉大学出身。大阪府警フォースダウン16となります。パントフォーメーションを選択しました。さあここからキープいった。さあ攻撃権更新になったでしょうか。前進はしておりますが攻撃権更新になりませんでした。4回目の攻撃失敗という形になるので攻守交代です。ターンオーバー。大阪府警厳しい状況でしたが、フォースダウンパントフェイクのランプレーに展開しました。
しかし攻撃権更新至らず攻守交代です。アイランズ相手陣33ヤードからファーストダウン10。大阪府警ナイスディフェンス。ここでクラブアイランズランプレーによる突破を図りましたが、大阪府警44番が対応しまして、このランプレー1ヤードロスに変えました。大阪府警44番は青山、手塚山大学出身。大阪、クラブアイランズセカンドダウン11、ボールオン相手陣34ヤード。さあハンドオフウェイからクォーターバック自ら中央突破を図りましたが、このランプレーによるゲインは約2ヤードにとどまっています。失礼しました、ゲイン3ヤードに訂正します。クラブアイランズサードダウン8、ボールオン相手陣31ヤード。試合時間残り3分を切りました。パス不成功。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあこの反則、果たしてどちらのチームにあったでしょうか。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を捕まえておりました。しかしこの反則大阪府警取りません。ダウン一つ失う形を選択させ、フォースダウンに追い込みます。クラブアイランズフォースダウン8。さあどのような形を選択するでしょうか。クラブアイランズパントフォーメーションを選択しました。このパントは外へ蹴り出す形とし、大阪府警陣20ヤード付近で外へ出ました。失礼しました、23ヤード付近で外へ出ました。この位置での攻守交代となります。試合時間残り2分34秒となりました。この状況で大阪府警攻撃権を獲得しております。ボールオンは自陣23ヤードからファーストダウン10。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック1番、ここでミドゾーンへパス。ワイドレシーバー83番、これを見事にキャッチしまして攻撃権更新です。大阪府警ファーストダウン。ここでホイッスル。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入ります。現在状況はクラブアイランズ7点、大阪府警シールズ0点という状況です。残り時間は2分27秒ですが、ここで大阪府警タッチダウンを上げますと、トライ4ポイントでしたら同点、そして2ポイントコンバージョンなら逆転という状況がまだ残っております。
大阪府警自陣42ヤードからファーストアンテン。パス不成功。再びロングパスを投じました。しかしこのパスはオーバースローし、パス不成功に終わっています。ダウン1つ失いセカンドダウンに変わります。大阪府警自陣42ヤードからセカンドダウン10。さあパスいった、パス不成功。今度はターゲット10番でしたが、このパスも不成功です。サードダウンに変わります。大阪府警自陣42ヤードからサードダウン10。試合時間残り2分14秒。さあパスいった、攻撃権更新ファースト。ワイドレシーバー83番カバーされながら見事に攻撃権更新です。大阪府警ファースト。チェーンがセットされました。時計回ります。試合時間残り2分を間もなく切ります。ボールオン相手陣40ヤードから大阪府警ファーストダウン10。パス不成功。今度は横にいたワイドレシーバー16番へのパスでしたが、このパスはショート。しかしパス失敗ですので、ここで一旦時計が止まります。試合時間残り1分42秒となっています。大阪府警セカンドダウン10。ボールオン相手陣40ヤード。試合時間残り1分42秒。その差7点。不成功。ここで左側にいたワイドレシーバー10番へのロングパス。10番手には触れましたが、しかしキャッチできず、パス不成功でサードダウンに変わります。大阪府警サードダウン10。相手陣40ヤード。試合時間残り1分35秒。さあこのプレーはどうなった。インターセプト。三度のパスプレー。このパスをしかし弾いたときに、その浮いたボールを取ったのはアイランズ9番。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。この土壇場でアイランズ9番の 松坂、素晴らしいインターセプトを決めました。大阪体育大学出身。攻守変わりましてクラブアイランズの攻撃となります。ボールオン自陣26ヤードからクラブアイランズファーストアンテン。さあこのランプレーをしかし大阪府警止めます。ここでホイッスル。大阪府警ここでタイムアウトを使います。後半2回目のタイムアウトです。ランプレーですとそのままですと時計は回ります。これを防ぐためにここでタイムアウトを使いました。
アメリカンフットボールはボールを持った選手が中で倒れた場合、時計が回り続けます。逆に前パスの失敗、ボールを持った選手が外へ出た場合は時計が止まります。アイランズはここで時間を消化しようと中でプレーを展開していますが、これを阻止すべく大阪府警、ここでタイムアウトを取りました。プレー再開となります。クラブアイランズセカンドダウン12。さあこのランも止めた。そしてここでホイッスル。大阪府警、ここで全てのタイムアウトを使います。後半最後のタイムアウトを使いました。大阪府警が時計を止める手段はこれでなくなりました。ウグイス様、メッセージありがとうございます。幸いどうやら試合終了までお伝えできそうです。さあアイランズサーダウン10の状況で試合再開です。試合時間残り1分13秒。さあクォーターバックのキープによる攻撃権更新を図りましたが、しかしそれは阻止。フォースダウンに持ち込みます。しかし中で倒れているため時計は回ります。クラブアイランズフォースダウン5。アイランズ制限時間目いっぱいを消費しようとしています。ここでホイッスル。ここでアイランズディレイオブザゲーム、制限時間を超えてプレーをしませんでした。5ヤード抜体という形になります。アイランズここで時間を反則となることを承知で目いっぱい消費する形にしました。試合時間残り20秒という形になります。アイランズフォースダウン10、パントフォーメーションを選択します。このパントは大阪府警陣37ヤード付近で外へ出ました。この位置で攻守交代となります。大阪府警残り時間14秒ですが攻撃権を得ました。大阪府警自陣40ヤードからファーストダウン10。試合時間残り14秒、タイムアウトはなし。パス不成功。ここはプレッシャーからパスを投げ捨てました。結果的に試合時間が残っております。試合時間残り8秒。大阪府警自陣40ヤードからセカンドダウン10。試合時間残り時間8秒。
成功。ここで倒されるのを避けるため、ここで83番後ろにピッチしようとしましたが、しかしその時に結果的にボールを失う形になりました。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、クラブアイランズ7点、大阪府警シールズ0点でクラブアイランズの勝利となりました。しかし大阪府警、見事な戦いぶりでした。3シーズンぶりの復帰戦で、その試合間難しい状況の中、互角の戦いを全てにおいて演じ切った戦い、素晴らしいものがありました。ナイスプレーでした。そしてクラブアイランズ、これにより今季初勝利という形になります。苦しい状況でありますが、見事最後を優秀な伸びで飾ることに成功しました。素晴らしい戦いでした。ナイスゲーム。来季も頑張りましょう。そして大阪府警シリーズも応援団に対してのメッセージがあります。本日は応援ありがとうございました。大阪府警、見事な戦いでした。 X リーグ参戦チームにふさわしい戦いだったと思います。ナイスゲームでした。共に今シーズン苦しい戦いを強いられた両チームでしたが、その最終節、共にお互い全力を尽くす素晴らしい戦いを見せていただきました。配信させていただきありがとうございました。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、本日の配信は終わらせていただきます。多くの方々のコメントメッセージありがとうございます。アメフト大好き様ありがとうございます。西山さんありがとうございます。このメッセージにも私は励まされております。この配信は XE 全13チームの共同企画により実現いたしました。これにより多くの方々に XE のこの熱戦をお伝えすることができました。皆様のご厚情大変ありがとうございます。その配信担当させていただきましたのは私、道楽やりちゃでした。皆様の感想をこれからも期待しながら、そしてこの配信をまた続けられる機会を得たいと思いつつ、この配信を終えさせていただきたいと思います。